日本全国一宮、静岡、山梨、長野編。日本には8万社を超える神社があると言われています。中でもその国で最も高い格式を誇るのが一宮。今回は静岡県、山梨県、長野県の一宮9社を紹介します。伊豆の国、一宮、三嶋大社。静岡県三嶋市に鎮座する三嶋大社。社名の三嶋は地名ともなった。祭神の大山積の御事は、日本の山の神の大将格。積早江琴城主の神は恵比寿様とも称され、商、工、漁業者の厚い崇敬を受ける。重量感のある本殿は1866年、竣工。源頼朝の旗揚げ成功以来、武家から崇敬された。伊豆の入り口にある神社。駿河の国一宮。富士山本宮浅間大社。静岡県富士宮市にあるこの神社の祭神は、大山積の神の娘、この花の咲くや姫の御事。第11代水仁天皇の代の創建。現在地には806年に移った。本殿は二重の楼閣造りで、浅間造りと呼ばれる珍しいもの。枠玉池には富士山の雪解け水が、何層もの溶岩でろ過され湧出する。富士山山頂には奥の宮があり、8合目以上はこの神社の境内地である。遠江の国一の宮、ことのまま八幡宮。静岡県掛川市にあることのまま八幡宮。第13代聖武天皇の代の創建。祭神のことの町姫の御事は、願い事のままに叶える神とされる。武家社会の時代には八幡の神を奉り、本多八幡宮と呼ばれた。平成に入り、もともとの祭神である、ことの町姫の御事を再度迎えた。いろいろな歴史を感じる神社。遠江の国一の宮。奥国神社。静岡県森町に鎮座する奥国神社。創建は第29代、欽明天皇16年の555年。大名六千代命は、国土開発、殖産、医療などの知識や文化を人々に授けた神。社殿の屋根の吹き替え工事は2024年に完成予定。本殿は、東国では、珍しい大社造り。30万坪に及ぶ、境内地は、杉の巨木に包まれる。甲斐の国一の宮、浅間神社。山梨県笛吹市に鎮座する浅間神社。第11代水仁天皇8年の創建。富士山を甲斐の国側から沈めるために、富士山大噴火翌年の865年に、現在地に移った。主祭神である、この花咲くや姫の御事は、初代、神武天皇の祖祖母にあたる。三家鎮護、農業、酒造の守護神で、婚姻、子授け安産の神でもある。信濃の国一の宮、諏訪大社上社本宮。諏訪大社は国内最古の神社の一つで、全国1万社余りの諏訪神社の総本社。長野県諏訪湖の周囲に4カ所の境内地を持つ。平拝殿と片拝殿はあるが、本殿を持たない諏訪造りという独特の様式。
上社本宮の保存修理工事は2025年末に完了予定。諏訪大社上社前宮。諏訪大社の社殿の四隅には、御柱と呼ばれる大木が建てられる。前宮の御柱が一番わかりやすい。虎と猿の年に重さ10トンにもなる巨木を切り出し、上社は約20キロ、下社は約12キロを人力のみで引き、四社の四隅に建てる。前宮は四社で唯一本殿を持ち、祭神が最初に京を構えた諏訪信仰発祥の地と伝えられる。諏訪大社、下社、春宮。諏訪大社の祭神は、武見方の神と、妃の八坂乙女の神、武勇の神、武将の守護神として広く信仰される。また雨、風の守り神で、五穀豊穣を祈る神ともされる。古事記では、武見方の神が、国譲りを迫る武見一の神に戦いを挑むが、敗北し、諏訪まで逃れたという。諏訪大社、下社秋宮。秋宮は、旧中山道と甲州街道の分岐点の要所にある。入り口の杉は、樹齢800年の御神木。春宮、秋宮の建物配置は、神楽殿と拝殿、左右片拝殿から、宝殿へと続く。1200年続く御柱祭など、古来からのしきたりや行事を色濃く残す神社。ぜひご参拝ください。ご視聴ありがとうございました。